ゴー 4321ゴー！
まあ失点くらったとこは、まあマークのとこを含めてまあ良くなかったと思いますけど、まあなんとか同点に追いついたんですけど、やっぱこうそこからこう逆転まで持っていく力をつけないと、まあまだまだ勝ちには持っていけないかなっていう試合でした。僕はもっと得点だったりアシストだったりっていう結果を出さないといけないと思っているので、まあ、それまでの過程、まあ、スペースに動き出すとかシュートのクオリティだとか、まあ、そういったところをもっと突き詰めてやっていきたいです。これやっぱりこう攻撃を仕留める 力だったり、守備はこう守りきる力だったりっていうのを個人個人、まあ、チームの総合力のところもそうですけど、個人個人がもっと力発揮しないと、まあ、勝てないと思っているので、まあ、次はもっと力を出して、まあ、何が何でも勝てるように頑張っていきたいです。やっぱり先制されてしまったんで、ビハインドでゲームを進めなきゃいけない状態に、してしまったっていうのは、まあ、一つ、次に向けて課題ですし、やっぱり、先制点を取ることで、優位に試合を運びたいので、まあ、そういうゲーム展開に持っていけるように、もっともっとチームでトレーニングしていきたいなと思いました。まあ、後半立ち上がりすごい、きつい時間はありましたけど、まあ、チームとして我慢して、まあ、後半はゼロで行く中で、まあ、自分のシュートで、まあ、惜しいだけで終わるんじゃなくて、やっぱりそれを決めないと勝ちにつながらないですし、まあゴールに決められるようにもっともっと練習していかなきゃいけないなと思いました。まあ、なかなか勝ててないので、早く勝ち点3が欲しいですし、まあ、勝ち点3を持って帰ってまたホームにつなげたいと思うので、頑張っていきたいなと思います。まあ、結果1対1だったんですけど、やっぱ自分たちもまあチャンスがあって、まあ、自分に1個ビッグチャンスがある中で、やっぱ1、2回あるチャンスをちゃんと決めるとこういう結果になってしまうなっていうのはすごい感じました。やっぱりチームが勝っていない中で先発に使ってもらったっていうのは、やっぱゴールが必要だったということだとやっぱ思うので、そういう部分ではやっぱ自分がまだまだ足りなかったなと思います。まあ、今日引き分けてしまったんですけども、下を向いてる暇はないと思うので、これからも強い応援よろしくお願いします。